まさかルーカスフィルムのディズニー参加のルーカスフィルムのテレビシリーズでやると思わなかったんですげーって「思っっちゃった。<laughs> キャッシュアン&」っていうのはあのディズニープラスで配信している「スター・ウォーズ」のオリジナルテレビシリーズですでめちゃくちゃ面白いですめちゃくちゃ面白いんですよでまず、えー、最初にですねちょっと 言っておきたいのが、僕がスター・ウォーズで一番面白いと思っているのはエピソード4なんですよ新たなる希望つまり一番最初に公開された「スター・ウォーズ」ですねもうこれまでの映画とは全く違う新しさがあったと特にあのルーク・スカイ・ウォーカーがですね絶望しながらタトゥインの夕焼け惑星タトゥーインで夕焼け見てると二重太陽が沈んでいくシーンとかがあって最高なんですけどもそれは そのルーク・スカイ・ウォーカーの心に観客が共感するからなんですよね。その絵が美しいイメージがすごいではなくて、えー、今年も俺は大学に行かせてもらえなかった俺の人生っていうのはこの農園で終わるんだろうかっていうその絶望感ですねそれは当時のアメリカの大学生も全く同じで大学に行くことを諦めたり大学ではなちゃんと 人生の何かを教えててくれないと思ってたり、あとベトナム戦争に負けたということもあってアメリカの未来という,ふうにも絶望していたそれがその「スター・ウォーズ」の公開当時のアメリカの若者が見えてる風景だったんですよね。そのアメリカの若者が見えている絶望感みたいな風景をジョン・ウィリアムスの音楽とその二重太陽の夕焼けというのを見せるセンスがやっぱすごいなと思ってこれがあるから僕は「スター・ウォーズ」はエピソード4がとりあえずトップなんですよ。 あのあるべきパート2ものとしてあらゆるシーンがスケールアップしてドラマを充実させてると特にその出てくるですねヨーダっていう新しい生き物がルーク・スカイウォーカーの師匠になるんですけどこいつの怖さとそのルークが えー、そのヨーダに止められながらもですね結局、えー、お父さんじゃないなその時はまだわかんないダース・ベイダーと対決するためにですね雲、えー、の惑星に行ってしまうとつまり正しさよりも若さゆえの衝動を取るわけですねループスカヨーカでその結果そのダース・ベイダーに右腕を切られて で帝国の逆襲のラストであの右腕は機械になっちゃうんですけどもその失われる右手が機械になるっていうのはお父さんダース・ベイダーと同じ道を歩み始めるというです、ね、恐ろしい伏線になっているってですねこの「スター・ウォーズ」の中の僕のランキングではあ一1位はエピソード4だな2位は帝国の逆襲エピソード5だなと3位なんですよキャッシアンドそれぐらい気に入ったんですね。あのキャッシアンドって、ルークス あのね、『スター・ウォーズ』苦手な人にこそ見てほしいんですけどもライトセーバーもフォースもジェダイも登場しないんですよ。 でこれまでの,そのスター・ウォーズのスピンアウトものが何がダメだったのかっていうとライトセーバーとかフォースとかですねダース・ベイダーとかですねなんかその「ジェダイ」とかが登場しちゃうことなんですよそんなものやってると延々パート2もののなんかこうま,まだやってないことまだやってないことをダース・ベイダーがここでできてさあ怖いだろうっていうのを見せるそれを僕も好きなんですけどももうその面白さっていうのは実はスター・ウォーズ エピソード456で全部やり尽くしたことの絞りかすをとにかくなんとかしようとしてるのがエピソード1から3と7から9の僕の評価の低さの理由なんですけども。その そんなもの必要なんですよ。スター・ウォーズの凄さっていうのは1位に出てきた二重太陽の夕焼けのルーク・スカイ・ウォーカーに共感するところでありエピソード5の父と同じ道を歩むっていうのをその機械の腕で表すそのテーマ性の凄さのはずなんですけどもそうじゃなくて「はい、ジェダイお待ちかね出ました」「はい、ライトセーバーお待ちかね出ました」っていうなんかね「フォース出ました」とかそこら辺が必要ないんですよね。おまけに、スターーウォーズでは、そのまあ 帝国悪い帝国があってそれに反乱するんですけどその勝つ方法というのはいつも例えばね敵の秘密兵器デス・スターの図面を手に入れるとかあとその秘密兵器のデス・スターとかデス・スターよりはるかにすごくなったものをぶっ壊すとかですね子供映画の発想なんですよ。子供向けのお話の発想で敵の最強の兵器しかしその秘密の図面を手に入れたらさあどうなるかとかその敵の秘密兵器に侵入して破壊したうわ銀河はこれで解放されたっていうのは。 俺も大好きななスターーウォーズなんですすけけけど、ぶっちゃけ子供向けなんですよで、これをこのノリで延々続けてもまあ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 面白いんだけど80点ぐらいだよねって映画しかできないに決まってるんですけども「キャッシー・ンアンド」って何がすごいかってシーズン1やっと全部終わったんですけども秘密兵器とかですねその破壊作戦成功ではなくて言葉なんですよ。言葉が勇気を与えて。 で、えー、反乱が始まるっていうお話にもうずっと焦点を当ててるんですよね、まあ、あの全部で11エピソードあるんですけども最初の3エピソードはあのキャシアンアンドが,がふるさとの町があるんですけどそこでですねちょっと反乱するんですね暴動を起こすとそうするとその結果ですねそれまで警備帝国が警備会社に害虫して警備会社がその星を ままあまあ、まあ、警察みたいに見張ってたんですけども暴動なんかが起こっちゃったおかげでですねその星全体が帝国の直接支配下に置かれるとだからそれまである程度自由だったことがどん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 身動きが取れなくなって暴動なななんかか起こさなければよかったっていう話なんですね。なんで暴動なんかを起こしちゃったんだろうもっと我慢してたらこの星はなんかあいつらの 支配されてるって言ってもその毎日毎日の生活まで干渉されることがなかったのに損しちゃったな暴動損しちゃったなっていうのがその最初のキャッシュアン・アンドーはその故郷の星を逃げるしかなくてで次の3エピソードはですね帝国基地から近海を強奪すると。 あの本当に黄金の塊を強奪する話なんですけども、それなんでかというと、キャッシュアンドはもう本当にこっから先逃亡生活するしかないから金が欲しいからなんですよ。しかし、そのキャッシュアンドとして強奪計画をする仲間たちの目的っていうのは帝国の反乱をするための資金が欲しいと、その資金源として金塊が必要だということで強奪するんですけども、完全に本当に普通の戦争映画なんですよね。で結果ですね金塊の強奪に。 え成功したんですけどキャッシアンがやっぱり一番驚いたのはその帝国の基地から金を盗んだというニュースがあっという間にですね銀河中に広まって帝国って反乱したやつがいるんだと反乱して成功したやつがいるんだすごいぞすごいぞということでみんなに勇気を与えたっていうこれがこの次の3エピソードのプロットになってるんですけどもめちゃくちゃこれが面白いんですよね。さっきも話した、破壊工作とか秘密機 兵器ではなくて、金を盗むことに成功したからああなんだ強いと思っていた江戸幕府もって言ってもいいですし強いと思っていた中国政府と思ってもいいですし何でもいいんですよ。僕らを支配しようとしているものは実は頑張れば人間は反乱できるんだという勇気をみんなに与えたというなんかそういう話になってるんですね。 全10エピソードもうここまで6エピソード話したんですけどその次の3エピソードはですね脱獄の話なんですよ無実の罪で刑務所にいられてしまうキャッシュアンドですねでキャッシュアンドはですねそこでいわゆるわなければいけない個人的な理由が出てくるんですよ理由なく死ぬまで働かされるだけなんですよ でこの牢獄から逃げる方法はもう自殺するか自殺する人も何人も出てくるんですよねもしくは脱獄を企むかもしくは逃避してもうそんな自由になることなんて諦めて逃避するのかこの3つしか選択肢がないとその中でキャッシアンはそのいくらなんでもこんな中で生きていくのは嫌だと言って脱獄を選ぶ。 これがまあ、で最後の2エピソードはです、ね、キャッシュアンのお母さんの葬式なんですけどもそのお母さんが死んだ後、その星の風習で死んだ後、死体がレンガに変えられるんですね。もう本当に小さいレンガ1個分なんですよ。でそこにしあの死んだ人の名前刻んでるんですけどでそれはその町のたた建物のために使われるとその町の建物っていうのはみんな死んだ人たちが名前書いてあるレンガがあってそれを積み上げて作った町なんですよ。だから 帝国の支配が許せなない,という流れになっているんですね。俺たちの町っていうのは俺たちの死体でできたそうやって歴史を刻んでいった町なんだそれを後から来てなんか俺たちの方が強いんだって言って支配しようとする帝国の連中なんか許せるかっていう話になってきてでクライマックスでキャッシャーのお母さんですもうおばあちゃんなんですけどそれが死ぬ前に撮っていたホログラムで、えー、私は」 あの反抗したことを抵抗運動したことを何も後悔していないみんなも立ち上がってほしいというような大演説するんですよ、ね、でこの大演説でその星がうわーっと反乱盛り上がるんですけどもやっぱ伝えるべきは言葉っていう風になってるんですよねシーズン2の多分ねこっから来年かさ来年にキャッシュアンドシーズン2あるんでしょうけども。 えー、近海号を奪する時の仲間でですねネミックっていう若い兄ちゃんがいたんですよ。そのネミックという兄ちゃんが宣言書というのを書いたんですよそれがアメリカの独立宣言みたいなもので何で我々は自由を良くするのか何で帝国と戦わなきゃいけないのかそれは人間は本来に自由があるべきであってそれを得ることがまず最初の人間の動機のはずだみたいなことが書いてるんですよね。で あのキャッシュアンドの直接の続きの作品になるローグワンっていうのがあるんですけどこのローグワンではデスクスターの設計図を奪う話なんですよ。デスクスターの設計図を奪うことが帝国に勝つ方法であってでもその勝ち方っていうのはテクノロジーの勝ち方なんですよね。あの なんだろうこの設計図が盗めたからこの秘密兵器の弱点が分かったから反抗するっていう話であってキャッシャーはもっとその根本にある言葉があったから人間というのは希望を持てるんだって話してるんですよね。大人向けドラマだから言葉とは強いそのも思いであってその母親の演説を最後に受け取ったキャッシャーはその。 ちょっと友達になったネミックという若者の宣言書を全銀河に届けるっていうことが自分の使命であるっていうことが分かってそのために構造することがおそらくシーズン2の流れになるはずなんですよ。でローグワンでキャッシュアンドっていうのはデス・スターの設計図を左右に盗み出せてすごいってことになったんですけど多分そのデス・スターの 設計図をみ盗み出すっていうのはギャシア・アンドの人生にとってはエピローグにしか過ぎなくて真の彼の人生の一番すごいことっていうのはなんかただ単に普通に生きてたやつが帝国に反乱しようというふうに思ってそれは母親の思いっていうものがあって一緒に戦った仲間の独立宣言書みたいなものがあってその言葉を全宇宙に伝えようっていうのが「そのスター・ウォーズ」でこれまでなかった大人向けなんですよね。 本来、こういうふうに進化すべきだったものを「フォース」だ「<laughs> なんかライトセーバー」だ「ジェダイ」だっていうふうにずっとこう40年以上にわたって「スター・ウォーズ」っていうのはジョージ・ルーカスの手やルーカス・フィルムのみんなも全員で揃って何かこう歪めたり矮小化しちゃったりしてたんですね自分たちの作ってるものを愛するあまりに。それをですね無理やり浮上させてくれたから。 ちょっっとキャッシュアンドに、俺なんかすすごい熱い思い熱思を持ってますね。まあ、あの今のアメリカとか世界に必要な作品っていうのを作ったのもすごいと思いますスター・ウォーズ」って1作目は当時の景気が悪かったアメリカ絶望していたアメリカにとって必要な映画だったんですけどパート2パート3でエピソード1から3パートえエピソード7から9の「スター・ウォーズ」っていうのは今の世界や今のアメリカに必要な映画じゃないんですよ。ただ単に面白い映画なんですよね。 それをもう一回世界に必要ないが今世界で同じようになんか自分たちが圧迫されてるそういうふうな人たちがいてその人たちにとって一番大事なのは何かってもちろん支援することも大事なんだけども言葉なんだ自由を求めるっていうのは人間の当たり前の権利なんだっていうことを伝えるっていうことをまさかルーカスフィルムのディズニー傘下のルーカスフィルムのテレビシリーズでやるとは思わなかったんですげえって思っちゃったって